皆様こんにちは。寒さ真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。シンガーの山本京子です。2022年12月14日水曜日、銀座スイングでの山本京子クリスマスライブ2022が好評のうち無事終了いたしました。会場に足をお運びのお客様、大変ありがとうございました。ご来場ができずに同時配信をご覧になってくださったお客様、重ねて感謝いたします。こちらのコンサートはアーカイブ配信をやっております。12月20日夜8時までにチケットをご購入いただきますと、12月21日まで配信動画をご覧になれます。今からでも間に合いますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。今年のクリスマスコンサートで一番のアピールどころは、日本歌謡曲にラテンジャズで挑戦というところでした。もともとおしゃれな歌謡曲はよりグルービーに、そう、布施明さんのあの曲です。そして歌い継がれているポップス、木綿のハンカチーフはよりフラメンカに、グループサウンズはよりラテンに、日本歌謡の伝説的女王の曲をブラジリアンテイストに、日本を代表する雪の曲を少しバウンスした R&B 系に、さらにアゼルバイジャン曲をしっとりと、そしてティンバで、などなど盛りだくさんでした。メンバー全員の渾身のアレンジが冴え渡りましたよ。こんなに興味深い演奏はもう一度ぜひアーカイブ視聴でお楽しみください。もう一度言いますね。配信はアーカイブで12月21日水曜日までご覧になれます。チケット購入は12月20日火曜日20時までにご購入ください。アドレスは概要に貼っておきますね。ご利用ください。メンバー紹介をいたします。ピアノ、奥山勝、当バンドのバンマスです。私が歌う曲を一番たくさんアレンジしてくれ、サウンドをまとめてくれているキーパーソンです。ラテンやジャズ系の有名アーティストサポートやアレンジでいつも忙しくされてますが、一緒に音楽をやって30年近くであり、私が表現者として普段大切にしていることをさらっと理解してくれたりもする、信頼しているミュージシャンです。グスターボ・アナクレート、サキソフォン&フルート奏者で、2020年のライブコンサートで初めて一緒にステージに立ちましたが、そのセンスの良さには毎回新しい発見があります。去年今年と引き続きアレンジ能力の高さにも驚かされますが、いつも故郷のブラジルがサウンドから漂ってきて、バンドのサウンドに爽やかな夏の風がさりげなく舞い込んだように感じるのが心地よく面白いです。矢島裕二、ベース。バンドの低音域を支えてくれる、そして知的なアプローチのベーシストです。以前にも増した音色の厚みがリハーサル時から聞こえており、存在感が感じられます。今回は日本の代表的な雪の曲を矢島さんの真骨頂であるファンク系の弾んだビートをベースにアレンジをお願いしましたところ、ライブではお客様に大好評をいただきました。藤井節、ドラムス。グルーヴの土台を担う藤井さんのドラミングは、シンガーならば誰もが共演を願いたくなるようなしなやかな音色と複雑で力強いビート感を持ち合わせています。途中のドラムソロは何を喋っているのかいつも知りたくなってしまうんです。演奏とともにサポートしてくれるコーラスワーク、それもしっかり頼りになる存在です。貝沼雅俊、マルチパーカッショニストとしてあらゆるジャンルや場面に対応できる懐が深く広い存在です。
たる音楽教育を受けてきたというバックグラウンドだけでなく、いつも心で歌いながら音楽に向かっているのを私のようなシンガーから見ても感じます。森も木も見ている安心の存在です。というわけで、これだけの素晴らしいミュージシャンと一緒のコンサートです。だからこそすごい演奏やアレンジが生きる歌が歌えるようにと日々感じて、ますます気力が湧いてきます。皆様、これからも応援をどうぞよろしくお願いいたします。山本京子でした。このコンサートは主催株式会社ジャレジャパン、会場銀座スウィング、文化庁 Arts for the Future 2の公演でお送りしております。